今日はひしごさん。3歳なのでひしごさんお参りの準備をマッハでしていきます。はい、はい、1時からなんですけど現在11時半でございます。やばいです。なぎちゃん、可愛くてなるかな、何着るの今日は。これが着たい。そうそう、そこら辺をつけて、はい、あれを着るよ、着物、あれ。みおかが着たのと一緒の着物を着ます。はい、ママが小さい頃で着たやつです。はい、はい、お化粧です。ピンク、ピンクつけるね。ピンクつけたと、ピンクつけてるね。白つけた。あ、白だって。じゃ上向いて、はい、じゃあピンクこれつけます。はい、キラキラピンク、これつぶってください。お利口やん。目つぶってて、目つぶってて、子供みたい。目つぶって、目つぶって、目つぶってて、ずっとやって寝たみたいに。 お化粧できないよ。やだ。ママ髪当てもし、どんな字も、うん、あら、かわいいじゃん。次、上向いて、上上上、電気見て、電気。真っ白じゃないじゃん。気持ちそう、可愛くなってきたね。可愛いね。うやーん。何がいい？どれがいいと？こ、え、これってキラキラで、これがいいと？誘導できず。ちょっとつけすぎた気がする。あ、なぎちゃんに青みピンクは似合わないね。なんで？じゃあ、お口笛つける。うん、なぎのお口笛は何？うーん。まお化粧完成。着替えよ、着替えよ。なぎ、何着てるんですか？これ。これ？うん、お着物？ピンクが可愛い。ここです、ここ。ここ？うん、あら、可愛いんじゃない？うわー、ママ違う。オフって。ママが言ったと、ママ下手くそだったと。やり直しやん。リボンみたいね。はい、後ろ向いてください。ママ賢いね。賢いよ、ママ。超かわいいじゃん。似合うじゃん。みおかに引き続き、なぎも似合うね。美少女じゃん。これかわいい。かわいいよ。ビバンもかわいい。かわいいよ。かわいい。ナギがかわいい。ナギが一番かわいい。聞いて、ナギ。あ、そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。いや、だとナギが一番かわいい、うん。そういう意味じゃないよ。でも、ナギが一番かわいいんだよ。ねえ。そういうことじゃないよ。そういうことじゃない。着物とナギ比べたら、ナギの方がかわいいよっていうこと。ナギとミヨコやったら、どっちもかわいい。孫ができたら千秋千倍千倍になるという、うん、もうスタジオに行けって言うとったらゴージャスじゃん。いいじゃない、こんな感じ。ありがとう。いいじゃん、かわいい。早くして、時間ないの。もう12時過ぎてんの。過ぎてんの、うん、お母さん呼んだ時点で過ぎてる。え、やばくね。やばいよ。じゃじゃん。じゃじゃん。かわいいです。かわいいね。眠いですか？メイクつけます。メイクつけます。これって何？髪の毛。ポニーテール。そう、ポニーテール。おー、すごい。やっぱ髪長い方が可愛いんだね。切り出
くないね。うん、じゃーん、じゃーん、かわいい、じゃーん、じゃーん、くるりんって回ってください。はい、かわいい、超いいじゃん。じゃあ飾り付けてなかった。おまじゃにできます。はい、行きましょう。うん、お願いします。神社に着きました。はい、着きましたね。ママちょっとストップ。先生が言ってた。どうすると。じゃあ行こう。はい、行こう。せーの。はい、はい、上手じゃん。イエーイ、七五三。今もゆっくりさしのこの嵐のしめたまいて、かんなおり、おなおり。はい、なぎちゃん。はい、はい、お願いします。さっきまで不機嫌だった。ここに、はい、お願いします。どうぞって。はい、座りてください。はい、向こうの神様の方向いてですね。向こう向いて、前向いて、何、ね、前、白い方、向こう向いて、白い方。こっち見て。はい、白い方。二連には聞いてですのでね。はい、ペコリン、ペコリン、まず、はい、あ、上手。もう一度ペコリン。はい、パンパンと入道手を叩いてください。パン、はい、もう一回で、はい、うわ、上手。かわいい。ママ見えたな。はい、いいか。はい、お口にお皿をつけてください。お皿プチュって、プチュって。はい、はい、OK。 はい。すごい、はい、お待たせしました。おめでとう。ありがとうございます。はい、大きな声で、はい、何もらったと。よかったやん。これですかね。ペコペコ、上手。なぎ、おめでとう。見せて、そのもらったやつ。何それ。よしいね、秘密。何歳ですか。3歳。なぎーな七五三でした。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。